はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。電車に乗って、ある駅まで来ました。どこでしょうか。さあ、だんだん近づいてまいりました。さあ、ここ、そうですね。伊豆高原駅ですね。はい、伊豆高原駅、何度かね、今年も、そして去年もね、来ておりますけれども、またやってまいりました。さあ、電車に乗るものは本当に久しぶりなんですけれども、まあ、くるっと見渡してですね、まあ、特に、まあ、景色がいいなという方で、ね、あと、こういったお店がですね、やっぱ、観光地ですかね、ということで、いろいろございます。一つ一つね、寄って、行きたいんですが、時間がないので、省きます。さあ、この後に、ラーメン屋さんですね。こういったとこも入りたいんですけど、時間がございません。そして、お店の方からですね、駅の南口でしょうかね、出てまいりますけれども、で、出ようかなと思ったら、左手に何かあったな、みたいな、これ何かな、みたいな、特に何でもない。はい。スルーしてですね、降りていきます。さあ、タクシーが待ち構えております。そして、バス停、あ、はい。のどかな風景ですね。